こんにちは、脂身長男です。今日はね、まるちゃんの醤油豚骨ラーメンを買って帰って作りたいと思います。そしてラーメンだけでは寂しいのでね、このチャーシューを買って帰ってたっぷりのせたいと思います。はい、じゃあ作っていきましょう。ドーン、まるちゃんの中華そば醤油豚骨。パッケージがね、結構美味しそうじゃないですか。このスープの色にやられて買いました、2人前です。2人前入っています。はい、チャーシュー結局ね 206g 入ったものを買いました。これを全部ね1食で使い切りたいと思います。いただきますね。いやまあまあどんなもんでしょうね。もうレンゲなんてしゃらくせえっていうことで、このままスープいただきます。あ、結構濃厚でうまいですね。なんかもうすでにチャーシューの脂身が溶け出てるような印象も受けますね。じゃあね、たっぷりチャーシューいきましょう。いただきます。安いチャーシューだけどうまいっすよ。やっぱ薄く切られてるっていうのとね、脂身があるのとね、スープのね、熱々のスープで熱せられたっていうことで、まあ柔らかくてトロトロでもうバカうまですわ。うん。これでご飯が食べれそうです。今日はね、麺2玉分いただきますんで、ご飯は食べませんけどね。じゃあね、どんどん食べていきましょう。お腹空きました。やっぱりどこまでいっても生麺とインスタントのね乾麺と違いますね。うまいっす。これに2玉で150円以下だったら安いっすね。うまい。ここらで海苔をね、海苔で麺を巻いていただきます。あこれね豚骨醤油なんですけど、醤油の方がちょっと勝ってるって感じですかね。豚骨に醤油が入ってるんじゃなくて、醤油ラーメンに豚骨のスープ使ってるという感じでしょうか。豚骨はしてないですけどね、濃厚で美味しいです。うん。食べても食べてもチャーシューがあるっていうのはやっぱりいいもんですね。麺とチャーシュー一緒にいきましょうか。スープもどっぷり浸してね。うん、うん、まあさすがまるちゃんというか大手ですね。もう本当に下手なラーメン屋さん食べるよりうまいですよ、このスープ。まあ作る手間はいるんですけどね、アンダー150円でこの麺2つでこのボリュームで食べられるんだったら、ねえお店ちょっと太刀打ちするの大変だなと思いますね。でガスレンジね、お湯沸かせる設備があるならカップ麺よりも僕はこっちを買うことを強くおすすめしたいですね。うん、うまい。はい、前半戦終了です。じゃあね、替え玉と替えチャーシューしていきたいと思います。よし、じゃあ麺を入れまして、これちょっとね若干でも冷めてしまうんでね、一瞬1分ぐらいレンチンしましょうかね。でもうね、残ったチャーシューもね全部入れていきましょうね。景気よくいこうじゃありませんか。12月ですし。今度ねちょっと味変で白胡椒なんぞも振ってみましょう。つらん。はい、じゃあこれをね1分間レンチンします。よいしょ。はい、レンチンが終わりました。まあ胡椒を振りかけてましたけどね、追加で一味唐辛子もいきたいと思います。わっしゃっしゃい、わっしゃっしゃい。よし、こんなもんでしょうかね。じゃあね、混ぜていただきたいと思います。汗かくっていうか熱くなるの分かってるんでね、フリース脱ぎました。ワークマンのね暖かいムーブフラッシュブロックフリース脱いで T シャツ1枚になっております。唐辛子はやっぱりね代謝上げますからね、熱くなりますよね。よし、ちょっと色が赤っぽくなりましたね。じゃあいただきます。後半戦開始です。お、麺もほぐれましたね。うん。うん、また別の味わいが。美味しい。どうもごちそうさまでした。またまた梅雨まで完食です。本当はやっちゃいけないんでしょうけどね、うまいスープはやっぱり飲んじゃいますよね。うん。はい、そんなわけでね、今日はまるちゃんの中華そば醤油豚骨をいただきました。これね値段、税別で149円だったんですが、まあ2玉ね入ってこのボリュームで149円でこの味、これはね結論から言うとリピート確定です。やったね。まあ本当にね、スープがね悪くなかったし、やっぱり麺がね生麺っていいですね。うん、インスタントじゃないですね、もう。うん、まあ豚骨醤油がね、豚骨醤油っていうか、その豚骨ベースあんま好きじゃないよっていう方もね、ここにね中華そばと書いてある通り、ベースは多分醤油ラーメンだと思うんですよ。そこにまあ醤油、豚骨のうまみを加えたよというような感じのニュアンスに私は取れました。濃厚な醤油ラーメンが好きな方には強くおすすめです。まあね、麺2つでもまあ 220g なんで、そんなめちゃめちゃ多いわけじゃないんですけども、まあ大盛りラーメン、1杯食べれると思ったらいいんじゃないでしょうか。まあ私でこれ、ね、麺2つでスープ、2つでまあ 500cc 作れるんですけども、まあちょっとした大盛りラーメン食べたぐらいの感覚ですね。もうこれだけでも私は足りました。まあこれトッピングいろいろしてますけどね、まあシンプルな、まあ、ネギだけで食べてもいいし、いろんな好きなものをして食べてもいいし、家でね作るラーメンなんで、その辺はいろいろアレンジが効くんじゃないでしょうか。まあそんなこんなでね、よかったら皆さんも一度食べてみてください。じゃあそんなこんなで、今日はこの辺で油に長男でした。